ダウジングは、地下水や貴金属の鉱脈など隠れたものを、棒や振り子などの装置の動きによって発見できると、歌う手法。ダウジングで用いられる用具には、ペンデュラムダウジング、ロッドダウジングなどの種類がある。18世紀のダウザー鉱石探索をする人々、L 字型のロッド旧約聖書のアロンの杖に、見られるように、古代から多くの文明で木の枝は、 神の意志を行う道具とみなされており、木の枝を使った占いは古代、ギリシアや古代ローマ、北ヨーロッパの諸民族で行われていた。中世のヨーロッパでも、力を加えていない状態で手にした枝が勝手に、動く現象を見る、棒占いが、宝探し、水脈、香脈の発見などに使われ、犯罪捜査の証拠として認められる地域もあった。15世紀のベネディクト会修道士、 バシリウス・バレンティヌスは、強敵なダウジングの方法に最初に言及している。当時のキリスト教会では、棒占いを迷信として否定していたが、ルネサンスキー以後には、アタナシウス・キルヒアなど、実証実験を試みた上で、一定の効果がある、もしくは全くないと判断する人々が現れるようになった。一般的には、Y 字型になった柱身の枝を手のひらを上にして、 力を抜いて掴み、肘を締めて、水落ちの高さで維持し、掴んでいない部分の枝の動きを見るというものだったが、術者によっては、まっすぐな棒を使うなど、厳密なやり方は決まっていなかった。18世紀以降には科学者による検証実験が何度も行われ、棒占いは筋肉の無意識な運動として科学界からは、懐疑的に見られている。しかし、 水脈と鉱脈の発見に関しては、近代に入っても、棒占いが捨てれることはなかった。1973年12月から、しばらくの間、武蔵村山市の水道担当部署では、水道管について知識及び経験が豊富な職員が、武蔵村山市の組織とは、無関係に、個人の考えで、エルロッドを使って、古い水道管を探していた。 2010年、イギリスの会社が手に持った金属棒などで地下に埋まっているものを検知すると一部で信じられているダウジングの原理を用いて作成した偽の検知器を作成。高性能爆弾探知機、A 度651と少子販売、日本円で数百億円になる売り上げを得ていた。これは爆発物に反応すると謳っていたが、そのような機能はなく、 イギリス警察当局が詐欺容疑で製造販売会社の社長を逮捕。イギリス政府もイラクなどへの輸出を禁じる措置を取った。商品の製造コストは1台あたり2、3ペンス。これを約4万5千ポンドで数千台以上販売していた。イラク政府はこの偽爆弾検知器を約1500台を購入し、バグダッド市内の検問所で使用していた。他にも、 パキスタンやレバノン、ヨルダンにも輸出されたといい、武器の専門家が数ヶ月前から、同機器は役に立たないと指摘していた。ABCD サビンバリンググールド、ヨーロッパをさすらう異形の物語、中世の幻想、神話。 伝説上柏書房処方2007年 ISBN978 から4から760131907ピアニッシも62から89針金だけで地中の管を探知理由不明ながら活躍中科学朝日1974年5月号朝日新聞社1974年4月71から73ページ ヘッドオブボムディテクターカンパニーアレステッドインフラウドインベスティゲーションザインディペンデントサタデー23ジャニュアリー2010ユーハルツボムディテクターエクスポーツエ l エルジャゼーライングリッシュユーチューブ2010年1月23日ありがとうございます